はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。ボロス改善ということで、最近ね、フリー対戦、落選でよく当たるやつですね。まあ、それをちょっとね、見よう見まねで、作ってみたんですけど、まあ改善のうちはやってたら出てくるとは思うんですけども、はい、まあ、とにかく速攻クリーチャーとあとカウンター乗せながら戦う、サイズアップしながらね戦うという感じのゴリ押しのアグロですね。はい、さあそれでは早速やっていきたいと思います。さあやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。ターン終了。あ、違った、有望なシント出してターン終了。さあ2ターン目ちょっと動けんけど、もう1枚ぐらい土地来てほしいところですね。さあ土地が来た。さあ殴っていきます。ターン終了。さあカロラス。さあ殴らせてはくれなさそう。しゃあない、タック。ターン終了。さあ廃墟の地へ。はい、山。山じゃねえな、平地か。さあ、日の出の騎兵。さあ、アタック。ターン終了。さあこのまま押し切っていきたいね。しかしエシカの戦車か。さあアタック。さあ残りライフが5。さあどうでしょう。もうここで押し切らんと。ここで押し切りたい。さあアタック。
さあ、熊野と活火山の退治、燃え殻地獄ときましたか。しゃあない。もう一発か。最初の戦車破壊。あと1点。わあ、トロールの歓喜。まあしかしそれで勝ちは確定か？さあ雷獣。ニョニョ、サタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、有望な信徒。さあ、ダック。さあ、活火山の退治。どっから行きます？さあ、リソナ。うん、まあこれはあるだろうなとは思ったけど、何枚入ってるかだね。あんまりそれが連発してくるようだとちょっとしんどい。さあ、じゃだ。さあ、レムカロラス。さあ、タック。2枚目飛んできましたね。さあ、どっちや。これでいっか。日の出の騎兵サタック。
さあ、ターン終了。わあ。こっちでいいかな、しゃあない。さあ、残りライフが8。アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。かなり重いけど、なんとかなるやろ。ちょっと厳しいか。さあ、日の出の騎兵アタック。ターン終了。さあ、ダック。ターン終了。次に7点、8点、9点。殴り合いどうにかなるかな。これ結構きついぞ。さあ、天使火の覚醒。さあ、ダック。さあ、残りライフが3。さあ、もう次のターンで決めたいね。サブロック。さあ、もう追放されちゃいましたけど、まあ、殴っていきましょう。アタック。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープします。もうこれどうしようかな。こっちから行くか。有望な信徒、突撃者引いてなかったらね、先にこいつ出したかったんだけど。さあクリーチャー出したらアタック、ターン終了。さあドクロクラッダーキーの突撃者、プライチカウンターが乗って出る。厳しいな。今のが殴れるのとね、殴れるのほんとね全然違うからね。うわ厳しい厳しい。さあアタック、ターン終了。さああと10点。何気に集団失踪って初めて使われたかも。さあ天使火の覚醒アタック、ターン終了。タミオが出てきちゃいましたね。さあカード引きます。いいですね。これはもうこいつで殴れるんであればと思ったけど殴れないんか。しまったな。さあダック、ターン終了。特別会、マジか、ラッキーですね。さあダック、はい対戦ありがとうございました。速攻持ちやっぱ偉いね。さあ対戦相手先行7枚でキープ。そうくるか。さあ熊野と活火山の対峙、ターン終了。さあ次のターン結構でかいダメージ与えたいね。これあんまりいいあれじゃないけど、まあ行くしかない。さあ突撃者、
さあ、ダック。お、意外と殴らせてくれた。さあ、うまくいけば次のターンですね。ブームスカール。アタック、ターン終了。ロルスか、それは厄介やね。取るけども、さあ三体で攻撃。なんか普通に流されそうだね。まあただライフがもう3なんで、流されても速攻クリーチャーで削れそうな感じありますけどね。おお、ライフ回復付きか。なかなかえぐいな。先か、さあアタック。さああと1点。さあどうでしょう。なんか出てきた、なんとかの流星。ああ、1マナ2マナとこう呪文唱えていくやつですね。はい、対戦ありがとうございました。極端だな。ターン終了。さあ、苔をね、野心化。さあ、アタック。
ターン終了。きついね。お、しかしこれはいいね。さあアタック。ターン終了。さあトドロック雷獣。さあアタック。さあ予想外の授かり物、まあこれはもう決まったでしょう。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ボロス改善ということで、まあかなりやっつけで作ったデッキだったんで、どうかなと思いましたけど、まあそれでもそこそこ勝てるのが強いところなんじゃないかなっていうぐらい、やっぱ速攻持ちはね、ほんと偉いですね。はい、まああと刃の歴史家とかも活躍してくれたら面白いんじゃないかなとは思うんですけど、はい、まあもうちょっと前半の方にもカードを足していきたいなっていう、感じはありますけどね。まあそこら辺はおいおいまたね調整していこうかなと思います。はい、そんな感じで、ボロス改善がね好きな方はね、はい、遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。